伊藤さん歴史面白いよね。いる中の一人。まだまだですね。あんま納得いってます。まあ、まあそこが僕の売りなので。まあそうやっぱ上位にいないと別そこでなんか嬉しいとかもないし、まあそこが僕の長所っていうかアピールしないといけないとか。そこはもっとこれからも大事にやっていきたいと思います。まあ、はい、あんまそこは意識してなくて、まあ任された打順でしっかりやるって意識してやります。はい、じゃあこの後も練習頑張ってください。はい、で筋肉量が上がったので、なんか結構絞ったってことは体重変わんないですけど、なんかいらない脂肪が落ちた感じですか。体は、まあ、スイングスピードが上がってるんで結構、まあ、体も動きやすい感じです。格闘家みたいですね、コメントが。とにかく今は体で頑張って結果を残して、まあ、一軍でしっかり僕の長打力で、貢献できるようにやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。